どうもコウコでーす。はい、どうもインさんでーす。はい、はい、今日はということで、ね、はい、何をするんですか。今日ですか。はい、またまたマスクしてまあまあ最近は ねそうですよ、はいはい、最近はね、そういう対策でちょっとマスクさせていただきますの です、ね、はい、決してコウコがここノーメイクやからマスクしているというわけではございませんね。なんでそんなこと言うんですか。ございませんよね。ございません。ございません。ございません。今日はですね、はい、まあ、美容師チャンネルなんで我々ね、はいはい、まあ、美容師チャンネルといえば、はい、やっぱり課題としてやっぱ出てくるのが、はい、まあ、ショートボブのね、はい、あの切り方がやっぱ結構課題として多くあるじゃないですか。で、まあ、うちのチャンネルでも結構ショートボブの切り方を、はい、まあ、割と数多く発信しているとは思うんですけれども、はい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 、やっぱりね、あのショートボブには、はい、やっぱ大きなこうミスをしやすい部分あるんですよ、うん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 、ミスをしやすい、ね、2つぐらい、はい、あって、はい、だからパッとイメージ湧きますよ。ミスをしやすい、ミスをしやすい部分、うん、あー、おケツが上がってしまう。そうやね、打ち合わせしてたみたい。え、本当ですか。そうそう、おケツが上がってしまう。おケツが上がってしまう、ね、シリアルボブになっちゃう。ね、はい、で、もう一個は。もう一個は、うん、ちょっとアウトラインが短くなりすぎて、ボイッシュになりすぎてしまう。はあ、打ち合わせしてたみたいな。え、本当ですか。やっぱそうなんです。すごい。多分、コウコが今は全く打ち合わせなしで、はい、ね、コウコのこのね、あの少ない頭で、はい、必死で考えて、思います。でも、パッと出てくるのってやっぱその2つなんですか。鼻立ちますけど、はい、多分全国の美容師さんも多分みんなね同じような感じで答えしたと思うんですよ、はい、結局はこのバックのウエイトが上がりすぎちゃう、うん、まあまあ元々段がきれいく入れないとかね、まあまあそういうふうなところもあるかもわかんないけど、まあ、その辺はやっぱりちょっとトレーニングをしないといけないのと、はい、まあ、ある程度ショート部分切れるんだけどうまくいかないなっていうのは、うん、やっぱりバックが高く上がってしまうと、やっぱりね、サイドの、このラインの、はい、コントロールがうまくいかない、まあ、穴が開いちゃったりとかね、あ、そうですっていう風な部分があるんで、まあ、その2大エラーがなぜ起こるのかっていうのはですね、はい、まあ、ちょっと2回分かれると思うんですけど、はい、その辺をね、まあ、切りながらちょっと解説していきたいと思いますね。はい、はい、ね、ちょっとウィッグ用意しました、はい、結構長いよね。そうですね、結構ロング、ね、結構長いです、はい、もうちょっとまあバッサリショートボブに切っていきたいんですけど、はい、まあ、今日はね、そのショートボブ そのバックの切り方は、はい、もうやんないでおこうか、うん、概要欄の方にね、はい、ショートボブ関連 の、はい、動画を貼っておきますので、まあ、ちょっとそちらを見ていただいて、はい、今日はね、そのウエットで設定したウエイトがどういう風に上がっていくのか、はい、仕上がりまで、うんうん、そこにやっぱりこの、まあ、エラーのポイントがあると思うんで、はいはいはい、まあ、そこを見ていただこうかなと、はい、いうことですね。つまりやっぱりお尻が結構上がってしまう、上がりすぎちゃうっていうのはさ、はい、結構あるよね、インスタグラムとか見てても、はい、本当にそこのウエイトを狙って切ったのかなっていうさ、うん、やっぱりそういう写真とかも結構なんかあったりとかして、はい、つまりこの多分こうショートボブって、まあ、ウエットカットで切る人は特にそうなんですけど、ウエットカットで設定したフォルムが、はい、すくことによって上がり、うん、ブローすることによって上がり、はい、ね、そして巻くことによってさらに上がると、そうですね、いうふうな感じだと思うんだよね。そうですね、思ったより上がりますもんね。そうそうそう、思ったより上がるよね。あれ、こんなに上に切ったかなみたいな。だから、思いのほか、まあ、低く切っていってもいいという感じになると思うんですけど、はい、うん、まあ、今ちょっとこう斜めスライスで、まあ、カットしてるんですけど、まあ、これだったら多分相当上がると思うんですよね。かなりこうお尻が高くなるような、はい、感じの仕上がりになると思うんだけど、はい、まあ、それをまあ想定した上でまあ今これを切ってるんですけどね、うんうんうん、でも多分ね、ウエットカット終わった段階ではあれ、いい感じじゃないっていう感じになると、まあそのシルエットの比較をちょっと今日はしていこうかなっていう感じですね。はい、確かに結構上がりそうな感じ、ね、結構上がりそうな感じでしょう、はい、
応ですね、はい、この後このアウトラインの説明も2本目でやっていくんで、はいはい、ちょっとこう前下がりに落として、まあ、ここはこうカクンとこう上がっていかない、ね、うんうん、ようなね、タイプのショートボブをやってますね。はい、まあ、日産 TV 的に言うと、まあ、カジュアル系ショートボブみたいな、カジュアル系ショートボブの感じですね。わかりました。まあ、斜めスライスで切った場合に、はい、みんながみんながというか、まあ、切りやすい、まあ、大体45度ぐらいのグラデーションを入れてみました、はい、まあ、そうするとウエットの段階ではこれぐらいのフォルムの維持になってくるわけですよね、はい、どうですか、まあ、まあまあ別にこの時点では、うん、そうですね、いい感じのこの時点ではありな感じになりますよね、はい、はい、ではですね、はい、長いところから切ったんで、はい、まあ、結構毛が詰まってるんでね、今の時点でね、はい、まあ、ウェットでもドライでもすくんですけど、ウェットでもまず軽くすいておきましょう、はいはい、めちゃめちゃ毛が詰まってる状態からドライすると結構ドライも大変だし、そうですね、割とゴソッとくるんで、はい、まあ、ある程度ちょっとね、まあ、その完璧に最後の最後というか仕上がりのセディングまでは突っ込まないんだけど、まあ、ある程度軽くすいておくことで、はい、まあ、ドライも楽になるし、はい、ドライした後のまあフィーリングも出しやすいと、そうですね、まあ、いう感じになりますね。どうですか、ココちゃん、ちょっとウエイト上がった感じします？いや、そうでもない、今のところはそんなにでもないよね、はい、これね、ウエットでのセニングって、はい、案外ウエイト上がったように見えないんだよ。なるほど、うん、案外見えないよね、はい、だからちょっとこれでね、はい、乾かしたら、まあ、この印象がまあどれぐらい変わってくるのかっていうのでね、はい、ちょっと乾かしていきたいと思いますね、はい、はい、はい、ちょっと乾かしました、はい、どうですか、ちょっとなんかもうそうですね、結構シリガル上がりますね、シリガルショートボブみたいなさ人気出てきたよね、そうですね、ウェットでは、あ、まあまあシャープなコンパクトな、まあ、ちょっと引き締まった感じかなみたいな、はいはい、まあまあウィッグ、まあ髪質にもよるけどね、もちろんもちろんよるけど、まあまあそりゃそうですね、うん、でもウェットが下がってくるってことは絶対ないから、うん、上がってくることはない、乾かすとこんな感じ、はい、ここからまだ、まあ、軽くしかセニング入れてなかったんで、はい、しっかりとこう毛束感が出るようなセニングを入れていきたいと思います、うん、ウェットのセニングよりこのドライのセニングめっちゃ上がってくるからね、そうなんですね、入れていきますね、はい、まあ、見てくれてる方の中にはね、はい、もうウェットの段階でうわこれ上がりそうやなって、うんうん、思う人はやっぱりウェットコントロールが、まあ、かなり、まあ、できてる方だと思いますね、はいはい、うわこれ行ったやろみたいなね、行ったでこれみたいな、僕もあえてこんなんあんま切らないんで、はいはい、ちょっとこう、まあ、ドキドキするというかもう違和感たっぷりですけどね、なるほど、もうちょっと低めからスタートするんですね、低めからというかもうウェットの段階からこう自分のもうフィーリングが ある程度のこういうショート、この辺で引き締まってくるショートボールになるときにウェットの段階からうわなるほどねって感じのこういうまあ違和感があるんですけど、はいはい、うん、まあ、そういうふうな違和感を感じた人、はい、はやっぱりある程度こうウエイトコントロールがまあ身についている人かなという気がしますけどね、うん、はい、
ちょっとサイドがね、次回やるからね、ちょっと置いてみる、はい、まあ、サイドなかったら、まあ、少し雰囲気がね、分かりにくいかも分かんないですけどね。はい、はい。もし、そのウエットの段階で、はい、こうドライした時にこんだけ上がりすぎちゃってたら、はい、おそらくここまでセーニング突っ込まないと思うんですけど、まあ、今日はそのセーニングの変化を見てもらうために、うん、こう、まあ、束感が出るような、まあ、いわゆるこう一般的な、はい、あのよくあるパターンの、まあ、軽さになることだけを今考えて上と上がる感じはもう無視して、はい、ちょっとやってみますね、はい、はい、だいたいね、ちょっと一般的な軽さを出したんですけども、はい、どうですか。結構上がりますね。もうないよねそうですね、ウエイトなくても上がりきってきたよね、はいはい、こんな感じなんですね、はい、でここから、さらに巻いて、うんうんうん、ちょっとオイルか、まあ、スタイリングをつけて、まあ、どんな感じになるのかね、はい、ちょっとやっていきたいと思いますね、はいはい、ショープドボブでもさ、はい、ちょっと写真とか撮ろうとしたらやっぱりこうやってね、ちょっとアイロンとか入れるじゃん、はいはい、アイロン入れたら本当ねえ、えぐないこんなに上がるんですね。ウエットの時とは全然違ってくるよね。もうなんか白く編んだ時はこのウエットのこの位置なかなかないスタイルですね。でも結構ね、はい、結構見かけるんですよ。あ、本当ですか。見かけないですか、インスタグラムとか見てたら。割とこういうショートで、あ、でもまあちょっと上がりすぎてるなっていうのは、そうそうそう、まあありますよね。多分もっと本当は低い位置に設定したかったんだろうなみたいな。まあちょっとこれね、かなり極端にやったんですけどね、はいはい、分かりやすいようにね、はい、まあみんなは、まあほとんどの人はそのあのウエットカットができてきた時点で多分ここまでこう突っ込んで普通にはセーニングしていかないと思うので、はいはい、上がらないように上がらないように、もうなんだ、ウエイトっていうかもうなんか単価みたいな時だね。そうですね全然ちょっと印象が違うでしょ、ウエイトの時と。そうですね、だいぶ上がります。高みたいな、はい、はい、まあだからこんな感じにどん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 、だから長さは一回も切ってないやん、はい、初めに切った設定したから、はい、そうですね。でもどん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 やっぱ上がっていくので、うん、やっぱりある程度この辺ぐらいからこう引き締まってくるショートボブしようと思ったら、もっと斜めの角度をやっぱり低くするために横にするか、もしくは横スライスで切るか、斜めに切るにしても、まあ今日は45度ぐらいなんですけど、もっと低めの30度に下げて切っていくかっていう風な感じで、まあ調整した方がいいかなと思いますね。とりあえずそのウエッターのドライで、まあ、あの仕上げていく人は、初めに設定したウエットポイントよりついて上がり、乾かして上がり、でまたさらにドライセーニングで上がり、はい、で最後に巻いたらむっちゃ上がると、はい、いう感じになるんでね、あの本当にこう低め低めから入って、自分の最終的には巻いた時の仕上がりで、まあ、巻く人だったらね、巻いた時の仕上がりで、はい、まあその人の希望のウエイトポイントにこう設定できるようなフィーリングっていうのを自分の中でちょっと身につけていくべきかなっていうふうには思うんでね、はい、ちょっとこの悪い例を参考にね、はいはい、あのちょっと自分のカット見直してもらいたいなと思いますね、はいはい、日産コーコアインスタやってます。概要欄からチェックしてみてください。フォローしたらいいことあるかも。サブチャンネルバックルームもよろしくね。